ジェニファー・ホーキンスは、オーストラリアのモデル、ブランドアンバサダー、起業家、テレビプレゼンター。2004年に行われた、ミス・ユニバース・オーストラリアと同年のミス・ユニバース2004で優勝したことで有名。現在でもオーストラリア、エス・ネクストトップモデルのホストや、オーストラリアのデパートマイヤーやラバブル・インティメイツ、マウント・フランクリン・ライトリー・スパークリング、ランドローバーの顔として活躍している。 二つの成功を収めたブランド、ジェニファー・ホーキンス・スイムウェアのコージーとジャブランツ、日焼けラインの創設者兼最高経営責任者であり、成長を続ける不動産ポートフォリオの管理者でもある。ニューサウスウェールズ州のホルムスビル生まれ。現在は州都のシドニーに住んでいる。ニューサウスウェールズのウエスト・ウォルゼンドにあるウエスト、ウォルゼンド高校に通った。四人兄弟である。 ラグビーリーグのチーム、ニューカッスルナイツやバスケットボールのチームハンター、パイレーツのチアリーダーやモデルとしても活躍した。ミスユニバース大会のためのミスオーストラリアに選出されたのはモデルとしてであった。ヒップホップとバレエを専門とするオーストラリアでツアーを行ったダンスチームの振付師としても働いていた。ミスユニバース2004に参加する前に2003年の大会で オーストラリア代表となった全ミスオーストラリア、アシリー・タルボットにアドバイスを求め、エクアドルへ行く前に、基本的なスペイン語を学んだ。しかし、ミスオーストラリアには参加しなかった。だが、新たに創設された、ミスユニバースオーストラリアの初優勝者となった。2004年6月1日、エクアドルの北で、ミスユニバースのページェントが開催された。イベントの1週間前には、 優勝候補の6位にランクインした。最終審査でオーストラリア人として準決勝を進出したのは1993年のボニデルホス以来であった。その後、夜のウン審査の後トップ10に進んだ。そこではボラがデザインした2万5000をオーストラリアドルの珍しいヴィンテージの銅ガウンを着用した。水着審査の後にトップ5に進み、最終的には ミスユニバースのタイトルを獲得した。残りの上位4名は、全員アメリカとカリブ諸国の代表者であった。シャンディ・フィネッセーアルバレース、ヤニナ、ゴンザレス、ダニエル・ジョーンズ。1983年の優勝者ロレーヌ・ダウンズ、以来のオセアニアからの優勝者であり、1972年に、プエルトリコのドラドで開かれた大会で優勝した。 ケリー・アン・ウェルズ以来のオーストラリアからの優勝者であった。ホストであるビリー・ブッシュが下からの雷と発表した後、前回の優勝者であるドミニカ共和国のアメリア・ベーガが冠を授けた。25万ドル相当の三木元の真珠が成功に散りばめられた冠と高額な賞金を受け取った。1989年に優勝したオランダのアンジェラ・ビサー以来の金髪での 優勝者であった。ミスユニバースとして、ミスユニバースオーガニゼーションの代表を務めた。2004年の姉妹のタイトル所有者は、シェリー・ヘニッヒ、シャンディ・フィネッセイであった。その任期の間、韓国、バハマ、ブラジル、チェコ、ドイツ、ギリシャ、シンガポール、インドネシア、カナダ、トリニタード・トバゴ、インド、エクアドル、メキシコ、プエルトリコに赴き、 ミスユニバース2 0 0 5の開催国であるタイや母国のオーストラリアには複数回赴いた。ブラジルでは副大統領、ジョゼアレンカールと公式会合をした後、彼はジェニファーは私が人生で見た中で最も美しい女の子だと言った。また、2005年2月のブラジルのカーニバルでサンバスクールに入りパレードに参加した初めてのミスユニバースでもある。 ミスユニバースとしての1年間の任務の一環として、ミスユニバースオーガニゼーションにより提供された、ニューヨーク市の川沿いのアパートに住んでいた。当時、モデルを続けながら、テレビプレゼンターになることを希望していると述べている。2004年にミスユニバースに就任した直後、オーストラリアのショッピングセンター、ウェストフィールド・ミランダで行われた、ファッションショーで、床についた自分のドレスの裾でよろけ、 ニュースになっている驚いた群衆の前で赤いジーストリングだけを残し肌があらわになってしまった後に謝罪し笑いながら良い下着をつけたかったと付け加えているこの事件はオーストラリアのナインネットワークによりオーストラリアのテレビでこれまで映った中で最も恥ずかしい瞬間という疑わしい差別を受けたこのワードローブマルファンクションは報道機関を通じて 広く伝わり、Google によると、ジェニファー・ホーキンスのインターネット検索が急増したという。ベトナムで行われたミス・ユニバース2008のファイナルで審査員を務めた。2004年のメルボルンカップカーニバルでセブンネットワークと契約を結んだ。セブンネットワークのトラベルショーザ・グレート・アウトドアーズで視聴者を世界中のツアーに連れて行くゲストプレゼンターとしてが、 初めての出演であった。ミスユニバースとしての人気を終えたとき、この番組のレギュラープレゼンターとなり、結果として2006年のローギーで最も人気のある新女性タレントにノミネートされた。2009年以降は、この番組の新たなエピソードは制作されていない。2008年8月にセブンネットワークで始まった、オーストラリアのメイク名スパーマダルのホスト及び、 審査員の一人となった。このシリーズは1シーズン放送された。2010年8月、ホーキンスはセブンネットワークを離れ、契約満了後にナインネットワークへ移ると報道された。サラ・マードックの代わりにヒット番組オーストラリアエスネクストトップモデルのホストとなった。オーストラリア版ダンシング・ウィズ・ザ・スターズの第4シーズンに参加した一人であったが、 第5シーズンでは出なくなった。2006年1月15日、ダンシング・ウィズ・ザ・スターズの有名人に焦点を当てた、ディール・オア・ノー、ディールの有名人バージョンに出演した。すべてのディールを拒否し、2000ドルを獲得した。オーストラリアのアーティスト、ガイ・セバスティアンの恋の対象として、3枚目の、アルバム・クローサー・ツー・ザ・サンからの2枚目の、シングル・エレベーター・ラブのミュージックビデオに出演している。 アプレンティスの複数のエピソードに、ドナルド・トランプと共に、仮を出演している。スケジュールの衝突により、ピンクパンサー2のソニア・ソランドレス役を断っている。この役は、結局元ミスワールドでボリウッドスターのアイシュアリアー、ラーイが演じた。シドニーでのジェニファー世間に受け入れられた後、バサーストの学生、ダニエル・ディブリーによる2006年8月の12歳の、 卒業記念の舞踏会の招待を受け入れている。後に他のカップルから気を引かれたくないという理由で断っているが、個人的にデートに行くことには同意している。2013年6月4日、8年間付き合ったジェイク・ウォールと結婚し、インドネシアのバリ島にあるリゾート地で式を挙げた。二人はウォールがニュージーランドでプロポーズした後、18ヶ月間婚約の状態にあった。 ありがとうございます。